ホテルに到着いたしました。ね、先ほどのね、どうでもいい電車はね、阪神電車だったんでね、ですがもうとりあえず乗車いたしました。やはりね、阪神の電車の中はね、近鉄の雰囲気ありませんから、あのデパートの広告ね、阪急デパートの広告ね、乗った瞬間ね、ギスギスしていました。まあ見る車窓はね、やはり朱雀門のイルミネーション、綺麗なね、奈良盆地の夜の景色でしたけどね。一本ね、見送ろうと思いましたけどね。もうご乗車いたしました。京都のね、地下鉄なら私、なんともね、ないんですけどね。沿線ね、沿線、近鉄沿線に来ていましてね、阪神、阪急の、阪神のですね、阪急の広告。あーと思いましたね。なんかギスギスとね。イオンで、今日から通過いたしまして。おまんじゅう、これね、おまんじゅう。お餅ですね。お饅頭というよりね。これ大人のお餅や。お餅。じゃないんですよ。これね、この餅ね、ご存知の方もいると思う。要するにね、この餅なんですが、線が引っかかってないでしょうか。これね、安倍貞餅です。安倍さんのお餅屋に、大人のお餅屋に安倍さん、安倍川餅です。でこれコロッケなんですね。これね、いつの間にか値段も上がったりしますね。以前は確か80ぐらいあったと思うんですけどね。黒蜜つくね、黒蜜とお砂糖食べれるでしょうか。3個も食えなさそうですね。まあ、パンはまだね、持ちますから。何度も見ておりましたら、なんかうまいことありますよ。なんかうまいことありますよ。なんかうまいことありますよ。私が食べるものなんで、やっぱきれいにしてますよ。黒蜜とこれはね、きな粉とお砂糖、お砂糖とね。取りました。このままじゃ甘くない。昔ながらのね、和菓子がね、ここにいいです。デパートにね、出店されますし、信頼を受けます。なおかつね、手頃に買います。もう長くね、やってらっしゃるんで、ごちゃごちゃね、名前も、お店の名前も、小山、ごくごく普通の、何のあれもありませんから。
結構大きいです。掃除入られるんでね、足がね、ちょっと疲れております。324円ね。3個ありまして100円引きだったんですけどね、お店の方も私並みはにこれくださいと100円引きつかなかったですね、何も言わずに半額。ね、他のお店と半額ならないのかといってね、粘ってる方もいらっしゃいましたね。まあ、おいしいね。まあ、混んでましたからね、極端ね、阪急デパート、梅田の阪急デパートは極端ない混雑。逆に近鉄の駅まで商店街の方が多かったね、予想はします。紅葉シーズンなんで、結構な量ですね、これ。
明日まで起きます。これ硬くなります。昔ながらのこれ。甘さのね、いろんな方がいらっしゃるんで、これ加減できるように別添えにしていただいてるんですね。結構ね、これこれ。2匹を16個食いましたよ。結構今日はね、ご飯の量が大きかったです。前回の近鉄百貨店もね、本当にご飯の量が多かった。あと、しかもここで、ここもね、私常連なんですけどね、お弁当、今日はもう牛丼しかありませんでした。多分今日は空気圏で分かっていますからね、コロッケ1個買って。ね、牛丼の肉って薄切りなんでね、すき焼きの肉もね。まあ、いいとかいいとこであるんですけどね。巷ではね、よく聞くのは、すき焼き用の肉と薄切りは硬いところね、結構薄くしてるようなね。まあ場所によりますけどね。
おしげはいいのありますよ。つい私はですが、焼肉ね、食いたくなります。ステーキはね、焼いて持っていきますからね。自分でやってんのかな。大変かね。食えますね。奈良は知り尽くしております。どこに何が、まあ奈良はね、静かでね、落ち着いていいんだけど、まあ京都と奈良ね、両方落ち着いています。京都はね、もうあのオーバーツーリズムでね、ゆっくりできませんからね。観光客もね、戻ってきておりますから、身動き取れませんからね、交通機関が。もう京都はね、一歩ね、京都駅離れますとね、もう近鉄線完全に離れてしまいますからね。なんか雰囲気が奈良と違ってね、奈良はもう近鉄王国ですから。名古屋はね、近鉄線離れてもいろんなとこあるんでね、私も慣れてるんでね。箱根天地でもますよね、名鉄線も慣れておりますね。要するに田舎のような雰囲気ね、ありますからね、名古屋の郊外はね、近郊とかはね、田舎の田舎っていいんですよ。落ち着いてね、人の接点さえなければね、いいんですよ田舎って。田舎とか郊外いいんですよ。やっぱりね、あの大阪南部の行きたい方ね、やはり僕ここなんで一直線乗り換えなしで大阪なんか行けるのね。買い物ならいいんですけどね。高島ぐらいですね、せいぜい行くとこね、私な。大阪なんかだったら。道頓堀行きますとね、結構ね、神戸からね、結構来ているんでね、なんか変なのたくさんいますからね、結構いろんなところから来てね、いろいろ騒いでおりますから、なんか怖いんでね、道頓堀橋ね、普通にネオンなんかもう何度も見てますしね、もう神戸に比べるといいですけどね、なんか何度も見ておりましたらね、別に。ね、大阪梅田行ってもね、まあ握り寿司今ねちょっと行ってませんけどね、まあなんだかんだ結局ね、なんか行ってないんですけどね。まあそこと他ねありますけど、まあそこした心当たりありませんからね。阪神デパートでね、あのお刺身やクラークどちらかで、昨日ね、まああの私ね、昨日ね、あそこね、福寿司はね、目の前で握りますから、その辺があの美味しいということ、ね、
違います。食いました。もう20分話してます。食いましたね。食いました。ほとんど来ないね。昔ながらの味でね、こだわらないパックで、ごちゃごちゃ書いてないですね。これが一番いいんですよ。そんなことで味が大事なんでね。安倍川の安倍川ね、草餅なら草餅、それで好きしていいんじゃないですか。まあ、生菓子は生菓子ね、そんな何年、鶴八幡、鶴八幡の良さがあります。鶴八幡はね、大阪では生菓子ありますけどね、奈良では気持ちのするものがあります。まだ24時、あとね、もう月火水と3日ですよね。水曜日にはもう帰りますからね、今回。まあ、まだこの奈良のね、旅行終わりは一応今の予定はまだ続きますんでね、2月終わりまでね、一応予定なんですけどね。他のね、ところはもう、一応12月20日のお泊まりまで、一部のところはね、終了のところ、予算がね、使い切ったところは、しかし、なら太っ腹ですよね。かなりね、割引がいいんでね。私にとってみればいいですね。それは宿泊料のね、6000円がやはり一番の、5000円のところ少し難しいんでね、探すの。6000円、一泊6000円のところがね、まあ、ここで6100円ですからね。6000円で 50% 引きで3000円お支払いして、クーポン3000円でしょ。まあ、実質無料で宿泊してるんです。その3000円ね、まあ、食って、朝食食ってね。まあ、朝食起きれたの話。出るんですけどね、起きれるような話ですけど、これをくくって、もう今日はね、はい、ちょっとね、きな粉ね、美味しいんです。イオンのマグロ美味しかったです。甘いのくさもすごく美味しい。あとアイスキャンディとかあります。お弁当買っても野菜サラダね、最後ね、いらないでね。お漬物もいらないね、私ね。ああ、お味噌汁に三つ葉はね、OK なんです。三つ葉と揚げ OK なんですよ。
揚げも食べますし、三つ葉もね食べます。山椒もね OK。 お豆腐も OK ですね。ただ豚汁はちょっと私嫌です。焼き豚食べますと豚汁はちょっと嫌です。ね、味噌ラーメンね、チャーシュー食いますけど、なんか、ね、豚汁はちょっと食べれません。現に同じじゃないかとね、言われる方いらっしゃると思うけど。豚骨の中華スープなら多少はね、大丈夫なんですけど。中華しろは食っていませんね。まあ、中華はね、心当たりあるんだよ。それは言えませんが、どっかというのは。まあ、第2弾ね、計画しているんだよな。第2弾もね、まあ、私自信ありますから、大丈夫と思いますけどね。こういうふうにいけないからね。実は、奈良の方は年末年始は若干ね、県外の人を少し、まあ、損なんですけどね。その、年末年始は、比較的、宿泊難しいでしょう。ね。まだ年末年始のことは、まあ、白紙です。もう年末年始なんかね、過ごせればそれでいいんだよね。どこかで。まあ、マグロはね、いいのどこでもありますからね。まあ、6000円出せばね、まあ、5000円もまずね、少しはめれれば、まあいいな。昨年もね、買いましたから。そんなことにおしんたら何もね。食えませんから、それでいいんですよ。ね、一番嫌なもう年末年始一人というのが一番ね、もう寂しいですけどね、それが一番ね辛いですよね。何が辛いかといえば、それはもうね、お分かりにならない方がほとんどだと思いますよ。羨ましがってる方ね、私のことなんて、そういう時ね、年末になるとね、やはりね、一番嫌ですね。食べました、ね、今日は、イオンでもね、買い物しましたし、イオンで買い物しててね、ゆっくり買い物できるのでね、その点いいんです。客がバカですからね、イオン。それはね、神戸のイオンですけどね、誰見てんですけどね、客バカですからね。従業員さんに食って帰りますから、従業員さん大変ですよ。そんな人あまりいませんでした。なかなか。これ持って帰った。これはね。持って帰ったところです。いました。7年5日目ですね。盆地の中でね、閉鎖されたステイを閉鎖されてますからね、それがいいです。
いい考え方がね、その方が良かったですね、結局ね。閉鎖されてるというのはね、敵から守られてということなんです。ね、神戸多関で隔てておりますが、その点いいですよ。神戸多関に隔てておりますからね。近畿広しといえど。隣が三重県ですから。隣兵庫県じゃないですから。奈良の隣はね。三重県ですから、なんと申す。三重県、愛知県ですからね。なりますから。兵庫県、大阪、神戸、同じね、二府県、どちらも。岐阜でもそうですね。奈良、三重、岐阜ですかね。はい、はい、明日。11月6日、ここまでです。これは密ですね。悪い密じゃありません。いい密ですね。ね。